後半に行くにつれてドン引きレベルで激安になります。古橋強豪、ヴィッセル神戸から移籍でフォワードだしこれは高いやろ。約6億9000万円だ。あれ？ J リーグからの移籍の中ではかなりいい方。ここから一気に下がるから安心してくれ。それが一番安心できねえ。前田大然、マリノスで J 得点王になっての移籍だからこれはいったやろ。約2億5500万円。いったー。旗手レオ、川崎からの移籍で将来有望これはいったな。約1億5000万円。いったー。井出口洋介、井出口は1億2750万円。こんなもんじゃね？イギリスメディアも井出口は適正価格として他選手は激安すぎるとしている。井出口さん。